作家で風俗嬢だった、もう亡くなってしまった夏目ひかるさんの日記、ふにふに日記の中から読んでいきます。はい、彼女のね、感じ方について、彼女が、日記でね、書いてあることで、やっぱり私は中が感じる子かもしれない。関節の柔らかい清潔な指で膣を優しくグリグリされると腰が砕けそうによくなっちゃう。でもすごくすごく上手な人ってのはめったにいないんだけどね。偶然大当たりについちゃった時はローションいらないでスマタでできるくらい塗りまくりで、それはそれで大変だったりもするし、はあはあ。しかし塗りやすいとはいえ、一日の最後の方になってくるとさすがに潤いが足りなくなってくる。そこを勘違いして私に指を突っ込んで、あれ処女なわけないか、ないよね、まだ3人くらいしか経験しないでしょう。なんつってくれるおっちゃめさんがたまにどこかに結構いるんだけど、もらっちまうのが本当の話。まあ幻想を抱きたい気持ちもわかるよ。でもそらただ単に濡れてないなくてきついだけさ。うん、まあ彼女は非常にいいですね、まあ、感じやすくて塗りやすいってことは非常にね、女性として敏感な方だと思いますね。私と比べた場合ですけど、私は、そんなに中は感じないんですね。何でしょうね、中は感じる女の子っているんでしょうかね。なんか中は感じる人と感じない人といて、まあ、普通に感じない人も普通にいっぱいいるらしいですよね。で、感じる人もそれなりにいる。中が感じるってことは相当敏感なんでしょうね。なんか私中が感じない理由ね、感じないことが不思議で、なんかググったことあるんですよ。そしたら赤ちゃんが出てくるところじゃないですか、中って結局。だからそんなにね、感じまくってるようだったら赤ちゃん出るとき大変だからそんな感じるはずないみたいな文章ちょっと読んだことがあるんですけど、感じる人っているんですね。赤ちゃん産むときどうするんですよね。赤ちゃんが出るぐらいだから、まあ、鈍い方は割と普通らしいですよ。だから、中が感じないから、ね、大丈夫かなと不安になる必要はないと思います。それ、感じないのも普通だし、まあ、感じても大丈夫よってことですかね。であと、まあ、濡れ方ですけど、これね、私が思うには多分ね、最初は濡れるんですよ。でもなんていうのかな、量にね、多分ある程度限界があるんじゃないか。だけど私も割と濡れやすいんで最初は結構濡れるんですよ。ただね、長期戦になった場合なかなかね、相手が言ってくれない。まあ、私の場合は普通に恋愛で付き合う相手ですけど、恋愛で付き合う相手がなかなか行ってこない。もしくはね、なんか途中でね、なんかばっくれてどっか行って、なんかまた途中からもう やりだしたとかなってくるときは、もう一旦ちょっとほら、濡れてそういう機能使ってるじゃないですかね。あんまりね、継続的に何度も何度もすると、濡れにくくなるっていうか、もうなんか出るもの出ちゃったからもう出にくくなるんじゃないかなと思います。そう、なんかもう次から次に、ね、作られるようなものじゃないからだと思います。今ちょっと体の機能面で考えると、濡れやすいはずなのにたまに濡れないとかあって、私どっちとか思ったことがあったけど、まあ、よく考えると理由はそこにあると思いますね。常に濡れやすいわけじゃないですよね。何度も何度もやってると、多分、枯渇してくるんだと思いますよ。まあ、なくなるってことはないけど、だと思います、多分。それはね、成分とか、ね、液体とか、液体だからですね。そんなに無限には出てこないものだと思いますよ、多分。だからまあ風俗嬢の方だと1日に何度も何度もするんで、1日は最後の方になってくるとさすがに潤いが足りなくなってくるというのはね、体質的には塗りやすいんだけど、その
濡れる原因っていうのも液体が出てくるんだから、その液体がね、もうなんかもうたくさん出ちゃって、もうね、出尽くしちゃって出にくい状態になってるだと思います、多分。うん、それでもね、作られてはくるんだけど、ちょっともう材料がね、少なくなってるんだと思います、多分。簡単に言うと。言うけど、そんなとこに唾つけて無理やり挿入されても気持ちよくもなんともならないから、こっちは。そうそう、なんかね、濡れなくなってきたら唾つける人とかいますよね。最初された時はね、そんななんとも思わなかったけど、今冷静になって考えると、強引に濡らし上がるって感じもしますよね。だって、ね、愛液が、でもないでしょ。だから、愛液が出ないって普通ローションつけると思う。ローションでもなく、ね、自分のつぶつけ上がるってことは、ちょっと、強引な感じはしますね。まあ、簡単に思いつきそうなことでは思いますけどね。と思いつつ、知らないうちに鍛えられてしまって、大抵のおむちゃならなんとか耐えられる、丈夫な万肉が割れながら捨てきすぎて涙が出ちゃう。耐えられる。ちょっと乾いた状態ですることにも耐えてるってことでしょうけど、そんなことを我慢しない方がいいと思いますよね。そりゃ、濡れてる人と濡れないとどう違うかって言うと、やっぱ滑り具合が違うんで、ちゃんと濡れてる方がね、気持ちいいっていうか、なんていうのかな、ストレスなくできますよね。ストレスっていうのは、それ抵抗感ですね。うん。やっぱり生身の肉体と肉体がぶつかり合って擦れ合うわけだから抵抗が出てきますよね。そのやっぱりちゃんと濡れた方がその抵抗が少なくできるんで、ね、怪我もしにくいしスムーズですよね。うん、だから、自然に濡らすことが、ね、この体から出てくるもので濡らすことができなかったらね、ローションとかね、つばはね、結構乾きやすいと思う、うん。ローションじゃないや。ローションはね、体の表面につけるものだってね、潤滑油ってね。潤滑油とローションって違うらしいですよね。そこ気をつけないといけないですね。潤滑剤っていうのがありますね。うん、ちゃんとね、それ専用のね、潤滑剤を使って、うん、ローションとは本当違うから気をつけましょうって、なんかの動画で見た。うん、潤滑剤をつければね、スムーズに多分できるんだと思いますね。うん、唾をつけたい気持ちは分かるけど、ね、濡れないし、潤滑剤持ってないとかあると、ね、あと思いつきで唾つける気持ちは分かるけど、唾じゃね、すぐ乾いたような気もするし、どうかなと思う感じでございます。はい、よかったらチャンネル登録お願いします。